メロメロさんやっちゃう。何ですかそれ。作ってワクワクなんちゃらワクワクメロメロさんやで。何それ。本日の動画は食品サンプル作り。好きやろズコ。好きやけど、うん、食品サンプルは別に。好きやろズコ。ねえ。図工大好きだもんね。作ること好きだもんね。ということで今日作っていく食品サンプルはこちら。かき氷。なんでさかき氷の食品サンプル作るか知ってる？夏だから。暑いから。お腹すいたから。正解はおもちゃのスタジオ用でした。ちょっとねおもちゃのために浴衣をオーダーしちゃったから、浴衣を映えさせるためちょっと夏のスタジオを作りたいわけ。そこでかき氷いると思って、で今回 Amazon で買いまして、元祖食品サンプル屋さんのやつでございます。キットの内容としてはシロップと氷とボンドとチェリーと透明カップが入っております。ただ自分で用意するものがございまして、お湯カップまたは湯飲み、これ耐熱のもので、あとカップ、これはねプラスチックなどの使い捨て容器で、あと割り箸と手袋とハサミが必要でございます。知っとる？姫がなんで図工が得意か。知らん。ママの遺伝子。はい、じゃあやっていきましょう。はい、チェリーとシロップ飛んできたから。かわいいチェリー。何それ？あのかき氷のとこじゃないの。あー、え、すごー、ふわふわだ。わ、綿みたいな感じのこれが入ってます。はい、あ、シロップ2つ入っとる。そうやろ。ボンド。かわいい。この大きさのかき氷ができるんやな。仕上がり予定はこんな感じで、ちょっともうザかき氷みたいな感じになる予定なんやけど、ちょっとうまいこと作ってな。まずはシロップの準備。付属のシロップ、これをね、これを入れて溶かします。で中身が完全に液状になれば OK です。へえ。はい、じゃあこのカップにお湯、70度から80度って書いてあったけど、めちゃくちゃ沸騰。やばい。うわ、すんげー飛び散りそう。大丈夫これ？うわ、うわ、やべやべ、待って、間違えた。このカップじゃない、違う、使い捨て容器にやったよ。形にしすぎた。ああ、この使い捨て容器もちっちゃいしよう。めちゃこぼれるって。この大きさのカップでもちょっと溢れるから、もうちょっと大きめのカップ用意してください。あの、かき氷できました。てかそもそもこれでよくない？本当に大丈夫。あら、ええ大きさやでこれ。いや、これでええやんな。じゃあこれにボンド入れまーす。こんな感じで投入できました。混ぜ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 。すんごいボンドの匂いがするよ。この入れ物に対しての氷の量めっちゃ多いな。これそんなにしんなりしてくるのかな。まあでもボンドはあるからしんなりする。知らんけど、こんな感じになってきた。と次は溶かしたシロップの蓋を開けて透明カップに流し込みますやって。でこの時にゴム手袋を使うらしいよ。爪でよくね。よい子は真似しないでね。多すぎ、完全にトロトロですよ。かわいい、これだけで。あ、ほんまや、トロトロになった。これね、あの注意としてはこの側面にこれがつかないようにということです。わあ、なんかすでにかわいい。おいしそう。おいしそうね、おいしそう。めっちゃ綺麗。はい、でここにさっきくるくるしたこのかき氷をね、数回に分けて掴んで盛り付けてくらしいよ。最初は底のシロップを押し上げるように、上の方はふんわりと押し上げるようにってどういうこと？こういう感じかな。そういうこと。普通にむずいなこれ。このまま当てるじゃん。いやいや、ちゃんとこれ
形が重要よ、形が。でもさ、確かに簡単にできそうよな、これは、うん、食品サンプル作りの動画とかさ見とると、こうレタスとかああいうさ形作らなあかんやつはちょっとやっぱ技がいりそうやん。これやったら小さいお子様でも楽しく食品サンプル作れそう。めっちゃこぼすわ。これ絶対抜けばいいと思う。いい感じにできた。ちょっとおいしみちゃん、なんかまだこんなにある。ああまだそんなにある。あーオッケーオッケー。やば、あれこれさ、うん、マジでこのボンドじゃないけど、ボンド乾いちゃうよ。急げ急げ。すんげー散らかっとる。ひめちゃん難しいよこれ。本当に全部塗る？塗ったよ。塗らへん。ひめちゃんよくこれできたな。めっちゃ邪魔ないんけど。すっごい雪降ってるけど大丈夫か周りに。やばい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 。あれ実は意外に不器用。いやこういうのはね得意じゃないんだ本当に。じゃあちょっと固まっちゃうといけないんでお先失礼します。じゃあこの辺に。あーかわいい。イエーイ。ねなんかさ爆発するけど。あどうしよう。シンプルヒタントにやりたい心。上のが可愛いな確かに。上のは上に乗っけたいけどさ、上に乗っけるとシロップかかっちゃうんだよね。いやそこを避けてさ。可愛い確かに。上のが可愛いかも。はいじゃあちょっとねココイラで一旦乾かします。はい、と5分10分ぐらい経ったんでちょっと続きをやっていこうと思うんですが、氷の表面がベトつかなくなれば OK らしいよ。別にベトついてはないね。乾いたかな。じゃあこっからが最後の総仕上げでございます。最初にカップに2個ぶっこんだけど、本当あれ1個でよかったらしくって、2個目は今からかけるようだから、ここでちょっとステップ1のとこと同じように液状にお湯でやります。ひめちゃんこっからが一番の問題やから、このカップの外にダランっていかんように気をつけてな。頑張ります。はい。おーおーそうそういう感じで攻めるな。てんてんてんってな。とりあえず周りだけ。はははは大変だ。でもそれっぽいからいいや。はいということで完成。かわいい。めっちゃかわいくない？かわいい。意外になんかいい感じにできたんちゃう？ひめちゃん。なんか途中ちょっとすごい手間取っとったけど。いい感じになんかかき氷って感じにできたやん。うん。なやっぱね、チェリーは上の方が可愛い。うん、上のが可愛いな。これでもまだちょっとなんか、なんやろ。取れちゃうんだよね。だから後でボンドでくっつけようぜ。うん。こんな感じで、今回は食品サンプルのかき氷作りに挑戦してみました。これだったらね結構簡単にできるんで、食品サンプル作ってみたいっていうね小さなお子様でも挑戦できるんじゃないかなっていう感じでございます。あのこれとこれ混ぜて紫にしたらさ、ぶどうの味が。まあ確かに、なんかね他にもあった気がする。とりあえず青とピンクが可愛いなと思って青とピンクにしたけど。こんな感じです。夏休みの工作とかでもさ、作るのないよみたいな、ちょっとめんどくさいよっていうね、うん、お子さんいたら、まあちょっと今から間に合わないと思うんで、まあ来年の夏とかね。かき氷作りました。食品サンプル作りましたって言ったら、いいんじゃない。ということで皆さんもぜひぜひやってみてくださーい。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろよ。バイバーイ。じゃあ本物のかき氷行くか。